国崎半島と姫島。画像右側が国崎市域である。1994年にアメリカ航空宇宙局が撮影国東市は大分県の北東部の国崎半島東部に位置する人口約3万人の市である。通称、ふっつの里や鬼がふっつになった里などとも呼ばれている。国崎市中心部周辺の空中写真。 2015年5月26日撮影。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。大分県の北東部、国崎半島のほぼ東半分を、地域としており、地域北部から東部にかけて、伊予灘に面する。海寄りの地域に集落が点在しており、市中心部は、地域中東部の海寄りの位置となる。地域西部は、 国崎半島の中央部にあたり、山地となっている。市中心部は、県庁所在地の大分市から陸路で、約60キロメートルの場所に位置している。大技の前に、合併前の町名を冠する。国見地区、国崎地区、武蔵地区、秋地区高等学校義務教育学校、中学校、小学校市内を鉄道路線は走っていない。最寄り鉄道駅は、 JR 日本本線の木月駅、大宮駅、または、宇佐駅で、それぞれ同市へ、路線バスが運行されている。上空から見た大分空港以下の路線がある。JTB 時刻表の路線図では、国崎バス停を中心駅としている。路線バス以下は、大分空港アクセス専用で、大分空港以外の国崎市内に停車しない、路線コミュニティバス地域港企画道路、 一般国道剣道、ありがとうございます。